さん、おこんちにくにく、どすこい。ゴールデンウィークも2日目ですが、あいにくの雨続きですね。そんな中でも、路面電車で、京駅サイコさんの木造電車は、元気に活躍中です。昭和3年生まれ、川崎重工製造のこの吊りかけ駆動路面電車は、阪堺電鉄の顔とも言える存在。昨年、整備費用還付集めのためのクラウドファンディングが成功し、元気に活躍することができるようになりました。Thank you.
び肋骨の方はお降りください。手塚井田病院グループは在宅医療、看護、介護を務めています。在宅介護や高齢者施策のことは手塚井田病院へご相談ください。手塚井田病院は姫松を降りて右へ3分です。次は姫松、姫松です。電車を降りる際はバスと同じように降車ボタンを押してお知らせください。電車を降りる際は降車ボタンを押してお知らせください。今ボタンが遅れていない停留所、電車はすぐの発車です。ボタンが遅れていない停留所、電車はすぐの発車です。
場合、警備市長方面の運転です。電車とホームの隙間は広くなっております。降りの際は足元に十分注意します。Thank you.
団体連結関係者の皆さん、クラウドファンディング成功、おめでとうく、今、おめでとうございます。近年世界中を騒がせている新型肺炎コロナウイルスの影響など、何かと大変な日々が続きますが、これからも応援しております。それでは、皆さん、ご視聴ありがとうございます。